日本に帰りたいです。現在バンクーバーにワーホリビザでいます。日本で独立することが目標で、来た理由は海外を知りたかったからですけど、英語と仕事が辛くて毎日不安です。だって軽い気持ちで来たことを後悔しています。残り10ヶ月どうせば乗り越えられますから。って何しに行ったんだよ、何しに行ったんだよ。英語もできないのに何しに行ったんだよ。何をワーキングホリデーするんだよ。じゃあもうそれはワーホリじゃないよ。もうホリデーだと思いなさいよ。もう。どうなの？何しに行ったんだよ。英語と仕事が辛くて毎日不安とかもう。何なんだよ。よくわかんねえな、ほんと。英語勉強しろよ、もう。しのごの言ってねえで。勉強しろよ、もう。辛いとか言ってねえで。やんねえから辛いんじゃねえかよ。やんねえから辛いんだよ。もう、わかんねえんだろ？何言ってんのか、外国人が何言ってんのかもわかんないし、英語も喋れないから、職場でもコミュニケーション取れないし、うん。さらに、ろくに勉強もしてねえから、ぶっちゃけ何勉強していいかもわかんないし、なんだろうな。いや、もうやるしかないよ。もう本当に、乗り越えるとか、なんか、10ヶ月どうせが乗り越えるとかじゃないよ。10ヶ月を乗り越えるんじゃないって、10ヶ月でできるだけ頑張って、今自分を苦しめてる英語っていうものに向き合うべきよ。で、今よりも10ヶ月後、その苦しさを自分で解放するしかないでしょ？そうじゃないの？英語も仕事も苦しいのに10ヶ月をどう乗り越えるかじゃないんだよ。その10ヶ月でもう自分で選んだ道なんだから、10ヶ月300日だけだろ？300日ぐらい頑張れや。もう、ほんの少しでもいいから勉強しろや、毎日。やらねえから苦しいんだから。まったく。英語を全部喋れるようになるなんていうのは絶対無理だから、完璧に喋れるようになるなんてのは、まずさ、本当に日常的に使う会話だったりをさ、例えばわかんないけど、子供向けのさ、DVD とか買ってきて、英語の教育に使うさ、子供の番組とかの DVD とか買ってきて、お買い物するときはなんて言うのとか、ね。例えば人に話しかけるときはどう話しかけるのとか、どうやって答えるのみたいなことを頭の中で何個か覚えて、それを街出て、友達に試して、で、友達がなんかいつもとその見た DVD と違うこと言ってきたら、それはどういう意味、なんて言ったのって聞いて、こういう意味だよ、こういう質問したんだよとかって答えてもらって、それもわかんないのかもしんねえけど、自分のできる会話のパターンを増やしていくとかっていうことから始めなさいよ。あと映画とか見て、簡単なね、本当に子供が見るようなアニメとかの映画とか見て、簡単な英語からね、真似して喋るってことし始めなさいよ。はい。何してんだ、本当にもう。カナダまで行って。